こんにちは、バリ島国土初オリジナルバッグの獅子の島です。今日はうちのね、会社とお店があっちにあるんですけれども、そのすぐそばの、食べ物屋さん、意外にね、ローカルの食べ物屋さん見てない人はわからないかもしれないんですけど、あるんです。そこの一つ、甘味屋さん。甘味って何でしょう、行ってみましょう。甘味屋さんです。開いてんのか、渡るのが、難しい。今日は車が多くないから渡ってみましょう。こういう感じですね。横をこういう感じで車を止めていきます。はい、行きましょう。ちょっと渡ってね、案外ね。入ってました。あちらからどうぞ。撮影者の時にびっくりっていうか当たったよ。扇風機回すやん。これはヤシの殻を使った、燃料はね、炭やね。火はつきやすいが長く持たない。はい、冷蔵庫から甘味が出てきましたよ。これをまずガチマニスがね、もちろん甘いケチャップという名前の、結構蜜っぽいのピーナッツソース、ごぼう、かちゃん、ピーナッツのタレをこう混ぜてかけて、2人分の砂糖ですね。2人分の砂糖を焼いてもらってます。今から炭火焼きで、オーダー入ってから焼くみたいだね。というお店で、私らにしたら全部一緒に見えるけど、ピーナッツソースもそれぞれ種類が違うんだよね。包丁の新しい使い方やね。これどんどん焼いていきます。カキリマって呼ばれる屋台、なんでカキリマかって言ったら、カキが足で、リマが棒で、5本の足って呼ばれてます。なんで 5本の足かって、まあ、ここは固定してるからまた違うけど、なんでかって言ったら、こういう屋台が3点なのね、足がね、3点足がこう、こっちが2つ、向こうが1つとかで立ってて、それを、引っ張って、人が引っ張ってる人の2人分の足、合計 5本の足で屋台を切りまと言います。これのクレーンスープが大好き。ヤギのオスとか、まあ、お肉も入ってるけど、オスとかを中心にスパイスとココナッツミルクの手に込んでるスープで、私はあれが大好きです。これ、これかんで音も打ち切りした後、今出たらまで開いてる。ハロハビス、ハビスですね。ルマネリマン。どうだじゃ。あれ怖かった。なんかやつが怖かった。有名人も。ラピノイタ。ラピノイタ。怖かった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 。Kita kan kita 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 k
おげと縦看瓶コンボテカンでもう袋に乗ってる、知ってた。へえ、それはすごいね。これで、まあ、ここは酒あやむ、鶏の串焼きもありまして、それは席付きに選べるんですけれども、大体こういう缶瓶屋さんっていうのはご飯とその串焼き、鶏の串焼きの缶瓶の串焼き、そしてあんが長肉です。今お持ち帰りですか、いや、ここで食べますって言ったんですけど、サテと、さっきのブレカンビとご飯、これがセットで大体できるようになってますね。お持ち帰りもできますので、いかがでしょう。さっきから、さっき見ていただいたようなお店から歩いて1分、まあ、車さえね、道路さえスッと渡れたら1分ぐらいで行っちゃいますので、いかがでしょうか。お兄さんもサンボアップでね、アダミノマン赤、アダミノマン赤、ミノマンアダミノマンに行ったや、怖ーでもな、でやじゃや、なんかこう中に仕込んだ串を売っている、これテーボトルね、めっちゃ甘いお茶で、アクア、これオロナミンCみたいなのと、向こうはなんかこうちょっと伝統的な風な、ウコンとかが入った健康ドリンクですかね、黄色いやつね。あまり長く開けると冷蔵庫が傷みますので閉めさせていただきます。 OK、 ST ね。じゃあ私たちは ST を飲みましょう。ターメリックのにしようか。ターメリックの飲むか。うん、いや、あのスターメリックあんまりなくて、やっぱりこうじゃん。これ、これ、ちょっと待って、ありがとう。これ初めて飲む私。佐藤さんも。いや、俺は何回か飲んだことあるよ。2つ来た。1個でええ言うたか。これは絶対もう、あれよね、ビールのテモラワー。テモラワー。テモラワー。これはテモ。ビリモカンナのヤクニャ。カルメリックだ。カルメリックだ。カルメリックと思った。カルメリックじゃなくてテモ。seperti bangli. Tapi keluarganya ya masih karmelik dan kakek. Shoga とかカルメリックの。ザカメ。あれやね。なんかあるよね。白いのとか白いのとかあって、ティパットみたいな。青ティパット。なんていうの、ティパットとかなんか言うの。ロントン。あ、なんか来た。ご飯代わりに食べたりする。ちまきみたいなやつね、白い。ちまきって味じゃないけど。白いご飯をこう、バナナの食べるとか、それ。
です。この私の大好きなこのブレを汁にかけるもよし、単独で飲むもよし。あ、美味しい。クリーミーで美味しいです。で、これでちょっとこういって、これでまずいって。うまい。ここに。これあれやね。あの、イタリアンレストランの、パスタの上にチーズをパルメザンチーズを乗せてもらうような感じでしょうか。赤玉ねぎ、フレッシュの赤玉ねぎが乗りました。どうぞ。ありがとう、ありがとうございます。今が今するとこのちょっとこってりした誰とおにぎりこの玉ねぎがマジで。お父さんも喜んでる。それではいただきます。バリ島王道、お手甘味焼きの鮭屋さんからでした。さよなら。